ノースブルック男爵は連合王国貴族の男爵位。1866年にベアリングや着流のフランシス・ベアリングが除されたのに始まる。1876年に第2代ノースブルック男爵トマスがノースブルック伯爵に除されているがトマスの血統は2代しか続かなかったため廃絶している。トマスの弟の家系がノースブルック男爵位を継承して 現在に至っている。2015年現在の当主は、第6代、ノースブルック男爵フランシスである。初代ノースブルック男爵、フランシス・ベアリング初代、ノースブルック伯爵、トマス・ベアリング・ベアリングス銀行の創設者である初代、順男爵サーフランシス・ベアリングは、1793年5月29日に、グレートブリテン順男爵位、順男爵に助されている。 その着流の孫である第3代純男尺サーフランシス・ソーン・ヒル・ベアリングは保育党政権下で財務大臣や海軍大臣等を務め1866年1月4日に連合王国貴族爵位カウンティ・オブ・サウザンプトンにおけるストラットンのノースブルック男尺に助せられたその長男である第2代ノースブルック男尺トマス・ジョージ・ベアリングは 1872年から1876年にかけてインド総督を務めたが、親、インド的統治を行おうとしたために、インド担当大臣第三代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシルと対立を深め、辞任に追い込まれた経緯を持つ。しかし帰国後の1876年6月10日に、連合王国貴族、カウンティ・オブ・サウザンプトンにおけるノースブルック伯爵、 およびカウンティオブ・ケントにおける D のベアリング施策に除せられている。ノースブルック伯爵位は長男フランシス・ジョージに継承されたが、彼には子供がなかったため、1929年の彼の死と共に廃絶した。第4代ノースブルック男尺位と第6代順男爵位は初代ノースブルック男爵の次男フランシス・ヘンリーの子、フランシス・アーサーによって継承された。 彼の死後はその長男、フランシス・ジョンが、第5代、ノースブルック男爵位と第7代、順男爵位を継承。彼の死後はその長男であるフランシス・トマスが、第6代、ノースブルック男爵位と第8代、順男爵位を継承して、現在に至っている。1999年の貴族院改革で、世襲貴族は92議席を残して、 議席を失ったが、彼は世襲貴族枠で議席を止めている。厳冬種である第六代ノースブルック男爵フランシス・ベアリングは以下の爵位を有する。ありがとうございます。